店やった当時は、店やった当時25歳やん。まだな、ブイブイ。な、だけど、その時に、こう、パッと今、手で入ったら、私も逮捕されちゃうかも。ないない。検査しますとか言うの。どこ検査する。でも今、今も入ってるからな。お店の中に。あ、お店の中に入ってるから。うん。だから、こう、表立ってへんや。あれでも12時超えたら、よく声かけられますやんか、あの辺歩いとったら。どの辺？あの太陽寺の前とか。あ、そうな、太陽寺のところもある、ま、前のところある、あんの声かけられる。お兄さん遊びだとかな。でもそれ別に、なんていうんですか、おっちゃんとかおばちゃんとかが声かけてきて、うん、でも一人や二人じゃなくて、もう10人ぐらいもう歩いとって、もうしょっちゅう声かけられるんですよ。あんなんて、だからもうちゃんとした店なんかな。じゃあ、いやいや、そのまま、だからこの間、あったやんか、殺され、殺されてないか、北極クラブの前の、前じゃん。うん、じゃあもう、でも去年ぐらいちゃうの。うん。北極クラブの前で、おばちゃん客引いて、店でやるわけや。はい、あのビルで、はい、スタイ第二レジャービルかなんか。あのビルでやるの？そうやねん。2階か3階でな、そういう個室になってんねん。ほんで、その変なおっさんが、包丁振り回して、暴れて、うん。大概そんなしゃぶってやろ。え？いや、それは知らんねんけど、ほんで、そこ全部、私、次の日行ったら、こう、何言うの、テープ貼られとったやん。だその中に、1階ラーメン屋さんやったりして、そんなんかわいそうやんな。ラーメン屋です。いや、ラーメン屋です、言ったら、こう。入っていけんねやんか。でも一応店は2階3階やから、うん、でも1階からこう貼るやんか、黄色のな。ラーメン屋ですって言わない、入っていかない。いや、ラーメン屋さんは普通に健全なのラーメン屋やから。中にあんの？いや、1階やん、伝え第2で。じゃあ北極クラブの前の1階ラーメン屋、うん、あるあるな。うん、だからそんなかわいそうやん。2階で事件があったんや。このおっさんが包丁振り回して死んでなかったと思うねんけどな。でも1階からこう黄色のテープ貼るやんか。包丁で俺のチンチンとかやっとったんちゃうの？刺したらかないかアホちゃん、アホちゃん。だって大阪人物ブルー川又軍人おもろい。それやったら軽犯罪で。お前やな。なあ。だから不足ってやっぱりいろいろあるわな。でも女の子らも覚悟せなあかんわな。どんな人に当たるか分からへんのにな。でも今いや、それはやっぱりある程度女の子もそういうのあるんちゃうか。いや、でもこの辺でな、そこの、そう、こっちが左側短大大学生みたいな女の子、右側は OL な。でも大概店の人間がそこは守るんちゃうの、男が。守れへんよ、店入る、ホテル行くんやから。店入ってお金払って番号札もうて、女の子が、あ、まあ、出てきたらパッと手つないで、よし、ね、ってりますね。毎日見てるもん私。ほんでなんかうちの娘みたいな子がやな、バテて、こんな可愛らしい女の子がな、こんな仕事してんのかなと思うねんやん。で、片やこう OL 風、片や大学生風。でもどう見てもな、ケバくないねん。昔はケバい女の子やったやろ。ところがさ、わーっとこんな話しながら、こうやって終わってからもう、まあ、店の前まで来て、ありがとう、またねーって、ずーっとお客さんがもう見えなくなるまで手振ってるわ。いや、次指名してもらわなあかんから。なんかもう、顔は笑ってるけど、もうこうだなー、でも、本番はせえへんねんてな。本番せえへんねんてな。せえへんねんてな。うん、で、してんの。いや、あかんからでしょ。いや、だけどな。ほな、何してんの？あの女の子はホテルでこう、しこ、こう、ピーピーってやんの。ペラチオ。あ、こうやんの。ほんで、あ、でもそんなんな、どう見ても考えられない女の子たちやねん。なんか可愛らしい女の子らばっかしやねん、あそこで働いてことな。ちょっとこう、素人っぽい。いや、そうやで、ね。もう全然素人やねんで、ね。見てくればな。だけど、お前ら働きよって。普通に、まあ、その仕事がないんですよ今は。ないって就職な
なんで？なんで？努力がないの？努力が足らんのちゃうの？じゃ、多分な。ないの？俺が思うには、うん、そういうコーラは、うん、短時間で予算稼がなあかん理由があるわけや。いや、だからそのな、ホストクラブの分からん、それは分からん。それはそれぞれあるやん。何の理由か分からないんで、ホストクラブなんかパチンコにハマってんのか、なんか知らんねん、ほんまに真剣に。あ、ブランドのカーマンとか。金ためよう思って、知らんで。けども、やっぱりそういう意味で。大学の学費、今は。あ、来た来た。え？大学の学費。それ親やろ。親がもうしんどいから、もうそうそうそう。いや、貧困なんですよ、貧困。あ、そう。いや、私なんか、私はもう貧困やけど、子供の学費のローンは払っていったらなあかんと思うから、子供にはかのしたらかわいそうや思うから、もう終わったけどな、終わったけど、要はだから私はその産んだ以上は大学卒業させて行きたいって言うたらやで、専門学校、専門学校行きたかったら専門学校やで。いや、さすが親や。いや、だけど私は、私はそのローンは私らがかぶってんねや、もうかぶってな、ほんでもう終わった。いや、そうできる人はええけど、なかなかできへん人は、ほんま、だからそういう可能性もあるからね。いや、でもなかなかそのローン、いや、100人おって、あれ、学資ローンって難しいやろ、もらわれへんの、なかなか厳しいやろ、審査。まあね、あと奨学金もね。そうやね、奨学金。だから100人おったらやっぱり1人2人くらい、やっぱりこんな子もおるんちゃう。いや、うちらが絶対無理やで。あの、そんなん、あれ、よっちゃんの娘が別にその風俗行ってるって言ってた。じゃあ、そうじゃなくて、そうじゃなくて、じゃあね、あの、そういうのってね、あの、今厳しくなって、返していけない子がいっぱいおるから、おるおる。今、審査がもう、いや、初めから踏み倒しに行ってるんだよ。そうやろ、そうらしいな。奨学金の、あの、取り立てじゃないですけど、その返済は厳しいって言いますよね。そうそうそう、だってみんな返せないんやろ、返せてないんやろ、やねんて。でも私は子供らには、あの、印刷させてないで。いない。うん、じゃあ、うんって何倍の選手やから、いろいろ、あの、東京まで行ったりすんねんやな、試合がね、試合がね。でも先輩が、あの、先輩が先に、まあ、4日間の大会で先輩が先に出る大会だ、もう後輩は先行くわけ、一緒に行くわけ、先輩の面倒見るわけ。ほんなもう宿泊費も全部自腹やからね、自分が最後の日に出るのでも8日間の宿泊費は払わなあかんわけやんか。交通費ももちろんせやけど、莫大なもんやねん、あれってな。ほんでもう、あの、腰弱いして、お母さん、あの、無理、あの、もうやめる、やめると、もうしんどかったら別にオリンピック行くわけないねんからな、お前な。だからやめたらいいやで、私もホッとして、そこでホッとして、ほんでもう結局体育学部やから体育の先生になるで、そこでアルバイトして、アルバイトして、ほんでそこで、なんていうの、もう部活やめたらアルバイトできるやん。でも生活費ぐらいは自分で稼いでくる。でそこでアルバイト王将行って、ほんで私はな、思って、その時にこいつ王将入んのちゃうかなと思って、じゃあ体育系がな、ほんでノリがね、ノリがね、せやねん。ほんでね、その時に思って、ほんだらね、うちの息子も思ってたって、ほんでうちの旦那も思ってて、でみんな思って、ほんで結局教育実習でこっち帰ってくる時に、もうもちろん挨拶も行ってないけど、ほんでもうなんかいつ帰ってくるのかなと思って、全然帰ってけへんし、ほんでこんな長い昔メールやから、親は飽きて、お母さんすみません、また引くし、あの体育の先生になるって言うて大学行かせてもらいましたけど、王将の社員になりますよね。これが、こんなら、メールが来て。ほんで、その時に、誰もびっくりせんかった。あ、やっぱしな。いや、だからね、で私は言うで、思うてんけどな。一応、ここまで4年、あんたからいて、先生の資格だけ持っといたらね、潰し聞くやんか。な、思うてんけど、あかんねん。うちの子はこれやから、はい、その学校先生になる、そんな思ったらそうやね、なる気がないのに、教育実習行って、
皆さんに迷惑かけることがやっぱり許されへんねんって。ああまあ、ああまあ、しゃあないな。もうそんな性格やから分かってる。お前今家族全部分かってるから。うん。ほんで、ほんで、王将社員になったい。ああ。うん。それいつですか？だってそれはもう、だからもう今25やから。ああ、もうちょっと。ああ、もう3年かな。ほ、うん、んでもあの、京都で、あの、学卒だけの都ホテルで、あの、なんていうの？入社式があった時に、はい、その後1週間。はい、研修。ああ、研修あんねん。あの、地獄の研修な、うん。そこで、で、みんな夜逃げすんねん。ああ。な、140人ぐらい学卒がおって、な、80人ぐらい逃げるらしいで。いや、もうやってられんて、やってられんって言うやつがおんねんて。でもね、言うはねんて、あの、その人がね、王将のね、幹部が言うねんて、あの、その、王将、これで逃げるんやったな。どの会社入ってもダメ。うん。ね、あの、飴と、ムチと飴。ほんでもう、あの、うちとか、自慢やないねんけど、女で、一番の成績で終わってんて、それは、店長、各店長しか教えられへんねんけど、で店長は迎えに来んの。行くときは一人で行くんやけど、帰ってくるときは、みんな迎えに来んの。各って、あの、うん、ってわけで。うん、ほんで、私聞いて。あの、いや、ほんで、あの、お母さんインターネットで見て、とか、うわ、こんなんやってんねやな、と思って。そうよね、あの、なんていうの？やっぱし、体育系やから、そういうのが好きやねん。厳しいのが好きやねん。許されへんねん、やばいのが。で、今でもそれやわ。だから、ようだ、帰ってくるやろ、たまに。今、奈良やねんけどね。だから、天神におったから、奈良に、奈良に出席で、今、王子におんねんけど。帰ってくるでしょ。ほんだらお母さん、あの、ご飯、昼ご飯ごっそするからみんなでご飯行こうよって言って、ほんで、いや、何食べさせてもらうかなと思ったら、ほら、日本で一番売り上げがあるのがね、その豊中の伊丹のね、インターチェンジのところにね、あの、王将一番の売り上げがある。そこやよね。いや、まあ、ちょっとまた他の見てね、いや、勉強になるから、言うて。ほんで、ほんで、行くやろ。真面目やな。ほらな、こんなんやで。こうやって吹き始めねん、これ。で、うちではこれはないわ、言うて。こう、調味料こうわわた置いたらテーブルの横で。吹き始めねん。うちではこれはない。な。まあ、一番売り上げはあってもね、こういう、これはダメやね、とか言って。俺やろ？僕もね、あの、実は王将の記事書いたことあるんです。あ、そうなんや。王将のね、あの、歴史を。はい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 。と、あの、餃子の王将と大阪王将が分かれて、天運のを取材してね、書いたことあるんです。また、あの、教えてください、なんかね。いや、私が教えてほしいわ。でも、あの、毎月ね、なんか王将のね、広報みたいなの来んのよ。親宛てに。んで、どこそこの大僧侶さんが店長になりましたとか、大僧侶さんの大僧侶が結婚しましたとか、子供できましたという、そういうのはね、必ず来んねん、1ヶ月に1回。まあ大きい会社ですもんね。いやでもそのなんていうのその思いやりというのかな、なんかそのそういうのを大切に、うん、大切にしてるというのかな。うん、私はそれを私らあてに送られてくるからずっと置いてんねん。まあでもそれ送られてきたらなんか安心しますよね。ああじゃあほんでもうみんないろんな顔写真が入ってんねやから、結構だ店長になりました、入社式ほらなんやかんやな、いろんな一応親に対して今うちの会社はこんな風に言ってますっていうことを知らせてはんねやろ、ずっとな。すごいなと思うね。どんな大手の会社でもそれはないと思うで。そういうそんなそういう家族対してね、うん、広報っていうのはそういう送ってきてないと思うわ。うん、仕事も王将、うん、親孝行も王将ですか。ああ、いや、うちで結局みんな飲食や。まあまあそうです。で、私も飲食やろ。で、うちの旦那も中央市場やろ。な、ほな、まあ元板場やねんけど、もう、な、店潰して中央市場で今働いてる魚屋でな。うん。ほんで、息子も、一応、大学卒業した時に建設会社入ってやんか。うん。ほんで、ブラックリストのブラック企業が入って、ほんでもう、1年後に全部新入社員切られて。ほんならな、もう
再就職ってないねんな、あれな、卒業してしもたら中途になりますからね、なるからな。でもなんていうの、あのゲームが好きで、はい、で一応1年間失業保険でずっとおったわ、家ゲームしながら、あーでこいつもやばいっすよ、うん、もうどう思ってあ、もうあかんなと思ほんでもうこう夜中にこうペチャペチャ喋りながらな、ネットでゲームやってるしこれあかんなと思ってんやん、友達来てんのかな、ゲームで喋ってんのほんでもな、1年経ったら働くようになって、今工業入って社員になって、工業イオン、イオンあ、スーパー、うん、ほんでそのもうみんな職人になって、もう社員になって、だからもう生あ何ていうの、あの 健康保険ももらいの、はい、だからもう引かれ、ね、引かれの、はい、うん、で私はもうそれが一番いい、だから歯医者さんにも行かれへんやんか、まあまあまあ病気してもな、はい、うん、でもかだからそれに入れたいで、でもな、でもよかったな、はい、昨日娘が帰ってきて3日間休みもうだから帰ってきたから、ほんで昨日はこっちで大阪でご飯食べたんや、で、あの家帰りやって、うん、帰った時にあの、あ、コーヒーが飲みたい思って、うん、ほんで兄貴おるかな思って、その声を言ったらしい、うん、ほな お兄ちゃんがなんかレジの、うん、あの精査こう金庫に入れる、うん、なんかとか、あの子らのその言葉があんねやな、レジ閉めてこう金庫に入れるやつ、それは兄貴がやってたと思う、うん、でもシャツが出てると、うん、バーンとついてな、シャツ出てんねんって言ってた、え、お前何してんねんだ言うたってね、だからそういうの厳しいからうちの娘、ね、でもな、結局な、まあまあ結果俺やなと思って、まあまあ、まあ、なるようにね、なるようにまあね、ええなと思って、うん、最初思ってたことだ ね、 ね、そうそうそう、まあ、でもしっかりしてはるからね、いやでも全く問題ない、いやでもそれしっかりするしてへんはまあな、どうか分からへんけどね、人様から言うたらさ、私なんかもうほったらかしで育ってるから、うん、いやいや素晴らしいじゃないですか、で、え、独身、はい、独身な、一回バツイチもないの、ないです、ああいうの最悪ですよ、えもうお嬢さんだから見たらもう最悪ですよ、僕らちゃういや、もう恐ろしいんちゃう、いや、うちの息子、もう一回鍛え直してもらう、いや、息子だったよ、まだ結婚してないもん、はい、いやいや、そりゃそうですけど、まだ若いでしょ、あ、20代でしょ、あ、8と5円、もう45、あ、45、若見えんな、いや、若見えるがな、ええわな、あの、こっち系、え、いや、あの両党です。あ、両ほんまに両党。ほんまに両党です。ほんまかいな。はい、こっちもです。いや僕は。え、まあ、僕らカップル？いや違う。いや僕は冗談ですけど。で私も平気やで。それいっぱい友達おるから。あ、いやそんなんも全然あの来てはるし。いやいや結婚したいなと思ってますよ。あ、男と？いや、あの女の人とね。あ、女の人と。はい、うん。してみたい。もう今全然もう普通やからね、いや全然、いやもう、いやまた素敵やねん、それが、はい、もうあの普通に男、もう普通のこんな感じで、ね、はい、あの悩みはしてないね、はい、普通の男同士、はい、僕らはもうカップルなんですって言うから、あ、そうですか言う、怒られちゃいますよ、いや分かってるやん、いや分かってるって分かってる、いやでもね、もうびっくりせえへんわ、あ、せえへん、はい、もう今の世の中せえへんわ、あ、女同士の子、女同士もあるからな、まあ、まあ、まあそうですね、うん、多いですよね、うん、いやもうこんなになったらもう何でも OK や、はい、だからうちの娘がさ、あの女の子とお母さんって言って続いてもいいんちゃう、で幸せやったらええと思う、まあ、でもなかなかそんなに理解ある人いないし、いやいや、あんたらまだ結婚して子供産んでないからやん、でも私はもう言葉から子供が幸せたらええねん、いやいや、そうで、まあそう言ってくれはるね、お母さんね、それは優しいお母さんですけど、やっぱりね、やっぱりそんなんは許されへんと思ってる親御さんもやっぱりいはります、世間体とかそらいてはりますわ、いやでも私思うんだけど、いろんな考え方、いや男の人結婚してやで、うちの娘がで、ほなの DV やらほな何やかんやで、何傷ついて、まあ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 、
分かること思ったらまあそりゃそうですけど、だあるんやね、あるんはありますけど、あるあるいやそんな笑ってるけど、いやいやでも強いから、何がハンマーで確かにそうですね、バーンとどこに立ったやつハンマー投げのハンマーで、あしおりがかいね旦那にやられた、あ今一瞬何のハンマーみたいな一発ですよ、うん、やっぱその体、あれ重たいで、うん、重たいであれよう持って帰るよ試合の前に、うん、袋に入れて針金ついてんの、あそうそうな、ね、めっちゃ重たいねうん、でも、ね、まあなんていうの、あのだってこう持ってこうこう体育系やから二人ともな、はい、だからあのな京都のなあのそういうとこ行ったらのなんかあの高校ぐらいからさ、あの面白いね、あの山陰の方のこう陸上競技場ぐらいったら、はい、みんなこうテントみたいな陸上競技その半年な、はい、ああテントみたいなのがあんねやんか、はい、ほんでもうあのうちはあのうちの娘はあのあれやねえっ、ー、と何やったかな関西送れ関西送らんってこうこうテントみたいなの張ったのその、あ、うん、テントがあれね横断幕横断幕ああ横断幕あ、はいはいはい、あああああすごいね、頑張れ言うやつ、いやそうやほんであのあのミスするかダラララ誰もがであの陸上競技場のあの裏の練習してるところが力を打つね、うん、そう泣けんねん私もうそこでみんなほんであのみんな言うねんこんにちはこんにちはこんにちはってほんで私なんかこう差し入れあのゲータレードとかこうスポーツに重たいのにこう持って行くねんでなんかそこであれもうなんか見てるだけでも涙が出る、うん、あのミステルの子誰か歌うやろあれ、あそこ映るやんか、もう泣ける、やっぱそういうのがそのオリンピック出る出ないはね、あ、まあ、それはまあそう出る出る人間では一人か二人ですから、あそうやそうやそうや、やっぱりそういう経験がね、そうやな、あそうやいいですよ、あね、そうやな、お母さんなんかやってなかった、いや僕は水泳やってました、あ水泳だ、あそうなんですか、肩幅、そうですね、三角やで、メタボメタボ、そうやそうや、何やってた、僕がねあのね前世紀は小学校ですけど、ちゃうやん、だだだだだだ種目やん、あハイエーです、ハイエー、あーひねくれてるから、いや裏返ってましたおもろいおもろいおもろい、なるほどな、あ何もやってない、僕バスケットちょっとやってました、小学校の時ラグビーもやってましたよね、え小学校でラグビーあんの、はいあるんですよ、ラグビースクールみたいなね、そうです、あ、はい、あほな結構あのスポーツ的なあの家族やって、いや全然違うんですけどなんだちょっとやったりしますね、はい